なんか10代の頃とか思うと、ね、ほんまに別にみんなもん全員敵になったって構わへんし、みんな、ね、もう怖いもんなしなつもりやったからね。まあ、そんな、なんかガキの気持ちを一生懸命取り戻そうとか、ここ2年ぐらいは思ってましたね。デランジェが解散した、ジキルを辞めた、その時点から、その時点のまんまなんだよね俺。あのそのまま車に行ってたから、音楽雑誌も読んでないし、もうそのまま時間が止まっちゃってるから、でパッと帰ってきたところでいろいろ音楽とかの本見たり、テレビで音楽がやってる、なんかちょっと前と違うんだよね、その 2、3年前と。なんかちょっとおかしいような首かしげることが多いから、そのボディっていうので、その 2,3 年前っていうのは、あの頃は良かったんだよね。なんかバンドブームがどうのこうのじゃなくてさ、なんかちょっともうちょっと重みがあったような気がするから、その重みを出したいよね。東京でバンドやってて、その時にいろいろ知り合いとか、バンド関係で知り合いとかできてたんですけど、そのバンドはもうおっしゃって大阪帰って普通にバンドもせず暮らしてた。そういう時に一郎さんの友達から電話あって、ボディっていうバンドでベース探してるから、ボディメンバー誰って聞いたら、一郎さんとデック、それはもう行かないしゃあない、行こうって思って、うん、もう全然バンドやめちゃって、もうよっぽどのことがなかったらもう復活しようとか思ってなかったんですけど、そういう気にさせてくれて、電話もらった次の日に東京来ました。ボディでやるのも初めてだし、渋港に立つっていうのも初めてだったし、そしてあのお客さん、たくさんのお客さんの前でプレーできたっていうのは、そんな冷静には覚えてないんですけど、すごいいい思い出だから、あれが始まりだった。あれはね、本当に真っ白けっけだったね。実際問題、なんかダインクライズ、ジギル、ラルクアンシエルで、ダインクライズにはキョウちゃんがいるし、ジキルには前までやってた3人がいるわけだし、こう絶対勝つぞみたいな、勝つっていうか、俺とイジロの中では言葉としてはいただく、そのイベントはいただく、うん、何にもね覚えてない。で、一つ覚えてるのが、ギターソロ前入る前に急にね、不安になったんですよ。それで、あれってギターソロ入る前にチャカチャカチャンチャンチャンってパンパンパンって入る、
鉄がパンパンパンで俺がガン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 って入っていくんですよ。で結構そこで見つめ合うんですけど、だそこで振り返って鉄を見たんですよね。であなんか面白い、なんか鉄が多いな、安心感、その不安を吹き飛ばし、私はそのタイムに入って、その真っ白なまま衣装を投げ捨て帰ったはずですね。初めて会ったのが、俺がアマチュアでライブ活動した時に、哲くんと、あスタッフのかなとかが、まあ、たまたま見に来てくれて、それで、まあ、そこで初めて知り合って、まあ、次の日ぐらいに、まあ、リハーサル呼んでもらって、実際I Love You聴いてからですよね。すごくいい曲で、もう絶対歌いたいなって思って、まあ、そこからすごくボディに入りたい意識がすごく強くなって、ジャズだろうがクラシックだろうが一度取れがやればかっこいい、うん、絶対かっこいい自信はあったから、帰って、ああそこ来んのか、俺じゃあこう行くよ、あまたそこ来たか、またじゃあ俺これどうみたいな、どうって言わないんだけどね、もうそれはもうやって、顔パッと見て、ああ来てるような顔だとか、これあんまりどうなんだろうなとかさ、本当に言葉はないよねそこには音楽性にしても本当もう素直に体から出るもの、それをやればそれは絶対かっこいいでしょ。自分はレコーディングとかいろいろ初めての経験とか多かったんですけど、撮影とかにしてもやっぱり甘いなっていうのはすごい思い知らされて、一歩一歩登っていくしかないっていう、前へ進むしかないっていう、そういう思いでやってきて、
また自分がどういう存在なのかとかこうなりたいとかっていうのはまだこれからだと思う。今自分のこういうところを出していこうとかそういうんじゃなく、とにかく成長していきたい。
どんなバンドにしていきたいというか、こっちもどんなバンドになるんかな、そういう思いです。かなり期待してます。自分の中でどう変わっていくかっていうか。まだそんな偉そうなこと言える、まあ、立場じゃないというかじゃないですけど、まあ本当始まったばかりですから。でもやっぱり入った以上はボディの一員なんだっていう存在、それがやっぱ音出れば、音に出ればすごくいい、俺にとってはね、嬉しいことだし、まあ人をこう感動させる、ただそれだけの、それだけのためにまあ、とにかくまあ人を感動させたいと、まあそれが、まあ、まあ一番考えてることです。新底俺と一郎は新人のつもりでいるから、もうね、そういう思いもあるんだけど、まあでも本当出たとこ勝負だよね。俺たちはこう思ってるんだって。ただ自分のやってることに後悔をしたくないんです。でまあいっかっていうか、なんか見え切らないようなことは嫌なんです。だ本当にそれこそ本当に正直に、うん、今はやれると思うんです。もうそんな変な、なんかぐたぐた考えたりとか、そういうことばっかりですけど、なんかね、後悔しないよう、目いっぱいやってみたい。